例えば今回のそのあのウィル・スミスがあのクリス・タッカーを殴ったっていうあのアカデミー賞の事件なんですけどで日本だとあのウィル・スミスが割とあの正しいよねっていう意見が多いんですけど、えー、とウィル・スミスの息子とか娘が言われたことで殴ったんだったらまだ理解は可能なんですけどあ、クリス・ロックかごめん。<laughs> 大人の女の人を男の人が守らなければいけない。女の人の代わりに男が殴らなければいけないっていうのは、あれはその女というのは男性より劣っていて守らなければいけないというある種の差別なんですよ。 要はその、その人は弱いから助けなければいけない。で、弱いからその人の代わりに殴らなければいけないっていう。でも別にあの、女の人でも男を殴ろうと思えば殴れるんですよ。奥さんの年齢わかんないですけど、別にその奥さんがこいつムカつく殴りてよってなったらバーッといってバーンって殴るっていうのもできるんですよ。なんだけど、あれを男性がやることが正しいっていうのって、割と日本人にその感覚多いっぽいんですよね。その他の国だと、いやいや、暴力ダメでしょ、みたいな。いや、なんでお前が殴ってんのみたいな。で <laughs>、ので割とウィル・スミスが勧められて 日本の場合はそのなんか女性は劣っているので男性が守るべきであるっていうところででそのなんか自分の妻とかが言われてでそれには我慢ができないから怒る男性が正しいっていう考え方もあるんですけど嫌なことがあった時に自分の感情がコントロールできないっていう方がおかしいんですよ 世の中って嫌なこといっぱいあるわけじゃないですか。で、嫌なことがあるから、人を殴っても良いっていうのって、それってあの感情がコントロールできない子供と一緒なんですよね。で、大人って、いくら嫌なことがあっても、やっちゃいけないことはやっちゃいけないよね。だから殴りませんなんですよ。なので、その相手がいくらなんかひどいことを言ったとしても、うん、殴らない。その代わり訴えるっていうのが、あの、ま、法治国家で、その起きてる仕組みで、その、殴っても免罪ってないんですよ。っていうのもあって、なのでその考え方自体がやっぱり日本は男女差別というか、その女の人が劣ってるよ ねっって考える人がやっぱ多数派なんんだと思うんですよねなので、女の人は劣ってるから守らなきゃいけないし、女の人はその、ムカついた時に殴りに行くことができないから、男が代わりに殴りに行かなければいけない、みたいな。その女の人が、その、保護対象であるっていうのが、割と、あの、男女差別だと思ってないんですよね。日本人のそういう人も。それがなんか、あの、優しさであって、男としての男気であるみたいな、あの、良いことのように考えてるんですよね。その女の人のために男が暴力を振るっていうのは。で、それが実は、あの、男女差別 差別だったりするので、そこら辺のその男女差別をしてると思ってない。男女差別主義者の人って日本結構多いんですよ。社会に出ると上司が男女差別をする人であるとか、そのなんか自分の男友達が男女差別をする人であるとか、男女差別をする人は必ずいるんです。なので、男女差別をする人が出てきた時に、どうやって対応するべきかというのを子供にちゃんと教えるべきだと思うんですよ。だか男女差別のない社会を作った方がいいと思います。っていうのはうん。そうだね。ってなんですけど、あの現実社会はそうではなくて。 あの、必ずそういう人はいるんですよ。だからね、あの、アスラックじゃなくてアルソックだっけなんか警備会社の CM をやってるあの女性とかで、多分日本 の男性であの方とあの戦いを挑んだら、多分99%の人負けると思うんですけど、だからそのだか女性の方が弱いっていう思いつきいかがなものかと思うんですよね。あのほにゃららさおりさんっていう方なんですけど、女性の方がめっちゃ女性の方がっていうか、女性でもめっちゃ強い人っていうのいるよね。っていうのって目の当たりにするわけじゃないですか。まあ,あのそれでも勝てるぜっていう人はあの挑戦してないただいてもいいと思うんですけど、その筋肉のトレーニングをした時に男性ホルモンがまあ、あるので男性。の方が 筋肉がつきやすいっていう構造上の問題あるんですけど、じゃあその筋肉が強いから、その筋肉がその育ちやすいから強いのかっていうとそうでもなくて、なんかそこら辺の死んだ魚の下でデブのおっちゃんと、じゃあその女子プロボクサーがなかったらやっぱり女子プロボクサーが勝つよねみたいな、筋肉がつきやすいつきづらいかっていうより、戦闘能力が高いかどうかってあんま関係ないんですよ。なので、あのなんかその女だから弱いとかっていうのも、まあ、あの筋肉つきづらいは正しいんですけど、弱いかどうかは別の問題なんじゃないかなと思います。まず、男と女という空 得意の問題でいくとなんとかさおりさんみたいに男性よりもめちゃくちゃ強い女性っていうのもいらっしゃるんですよ。世の中っていろんな人がいるんですよ。 で、その男女平等の問題って、その男と女だけの問題じゃなくて、じゃあその子供を産むという機能があるよねとか、そのなんか生理というのがあるよねとか、あとそのなんか LGBT の人がいろんな人がいるよねで、宗教の人で、例えばイスラム教の人だと、お祈りの時間になるとお祈りしなきゃいけないから仕事できないよねとか、お肉食べられませんっていう人とかもいるとかっていうので、世の中にいろんな人がいるよね。でもいろんな人がいったとしても、共通の目的を実現できるようにすればいいよねっていう話だったんですよね。ここの人はうういうカテゴリーな だかかからこここうううういいうをををせせるるるべきこの人ははっっててカテゴリーにによやと最終的にその平等なまあ、例えば、じゃあ、その、女性は、その、能力値が低いのだから、すべて、ゲタを履かせるべきであると。じゃあ、その、100メートル層とかっていうのも、その、男女差というのをなくして、その、100メートル層なんだけど、女性は1秒早くスタートしていいとかになると、めちゃめちゃ早いフローレンス・ジョイナーみたいな人が金メダル取っちゃうわけですよ。でも、それって、その、女性1秒早く走らせることは何の意味があるのっていう。 のなるで、あの、アファマティブアクションっていうのをちょこちょこその男女平等の人の話で出てくるんですけど、アメリカの大学とかで、まあ、白人の人大学受かりすぎ問題っていうのがあって、黒人の人があんまり大学受かんないんですよ。勉強しないので。その人種によって勉強しないっていうのもどうかと思うんですけど、まあ、あの統計的にそうなっちゃうんですよ。なので、アメリカの黒人の人は大学を受かりやすいっていうのをやったんですよ。で、大学受かりやすいのって みたいな、今度はアジア系が努力しすぎたせいで、アジア系合格率めっちゃ上がっちゃったんですよ。いや、その中国とかから、そんなにその恵まれてないところからめちゃめちゃ勉強してくるっていう人たちが来て、で、その点数でやるとアジア系ばっかり受かっちゃうから、アジア系は点数きつくしたんですよ。なので、同じ入学試験やってるんだけど、アジア系だと、その90点取らないと合格しないけど、その黒人さんだと60点で合格できるみたいな、え、なんでそれ逆差別じゃねみたいなのが発生しちゃったんですよね。 で、その白人は恵まれてるんだからっていうのがあって、どんどんマイノリティの権利が増えてきたっていうのがあって、で、先進国って基本的にはそのみんな人口、あの、平均寿命って伸び続けるんですよ。だから日本人とかの平均寿命とかも毎年毎年上がってくるし、で、そのヨーロッパの人の人口寿命とか、あの、平均寿命も毎年上がってくるんですけど、アメリカの白人男性だけ平均寿命下がり続けてるんですよ。 普通にその暮らしていて医療状態とかも良くなって経済も良くなってるんだからみんながみんな平均寿命上がるはずなのに白人男性だけ寿命下がり始めたんですよ。で、これがね10年くらい続いたのかな 要は白人の男性だけ恵まれてるんだからお前らはこれをやれとかその白人男性に対する責任だったり白人男性以外の人が下駄履いたりっていうのになって白人男性の生活めっちゃきつくなっちゃったんですよ。で結局その しちゃいますっていう結果その白人男性の平均寿命って下がっっっちゃったんですよっていうのがあるので、その、下駄を履かせるっていう結果がどうなるかっていうので、白人男性が辛い思いをしたので、結果として下駄を履かせるのやめようぜっていうので、トランプ大統領を支持する白人男性がめちゃめちゃ多くなったんですよ。いや、トランプ大統領はもう実力で勝負しようぜと。 そのなんかマイノリティ法とか関係ねえよと。いや、優秀なやつがガンガン金稼いで、その金稼げないやつはまあ自業自得なんだから死ねばいいと。で、移民とか入ってくる必要ねえ俺たちアメリカで十分にやれてるんだからっていうのが、そうトランプ大統領の主張で、で、それは良くないよねっていうのが、その男女平等とか、その人種平等とか、その平等主義の人にはおかしいよねってなったんですけど、4年前はトランプ大統領が当選したんですよ。 っていうのがあるので、実はそのアホマティブアクションみたいなその弱者保護っていうのを広げてしまうと、そのマジョリティの人たちが逆に苦労するっていうことになってしまって、トランプ大統領のような人を生み出しちゃうんですよね。なのでそのトランプ大統領がすげえ特殊だからアメリカが分断したんじゃなくて、そもそもアメリカが分断していたので、白人男性がトランプ大統領を選んだんですよ。で、白人女性もトランプ大統領結構選んでるんですよ。 なので、トランプ大統領の問題ではなく、分断が起きたことが問題なんですよね、アメリカは。で、その分断がじゃあなくなるかっていうと、バイデンさんは結局そのマイノリティをちゃんと保護した方がいいよねって方向になって、その白人の人たちの不満が解消できないとすると、アメリカの分断は変わらないので、多分4年後にはまた共和党の方で、割とその尖った人が受かるってことになっちゃうんじゃないかなと思うので。 なので、その、その、なんか、下駄を履かせるということが正しいという主張は、僕はその結果間違ってたのがアメリカで証明したので、どうなのかなと思ってる派ではあるんですよ。